私小学4年生から中学3年生まで野球部でして、ちょっと中学3年生の最後の大会でやらかしてしまいました。ほう。サインミスをしました。そしてですね、まだ続きがありまして、私がサインミスしたんだけど、なぜか違う子が怒られるというちょっとよくわからないシチュエーションになってしまい、結局私のサインミスで負けました。懺悔させてください。え、それ名乗り出なかったの？実は私がやりましたって言わなかったの？いや、ねこれ、スクイズっていう、まあ、サインだったのね。はいはい。どうしても、ま、点数が欲しくって、うん、どういうボールでも絶対バットに当てなきゃいけなかったのよ。ほう。なんだけど、ちょっと体が反応しちゃって、バットを引いてしまって、うん、まあ、ランナーが飛び出て、結局ランナーが挟まれてアウトになってしまったのよ。あらー。で、まあ、そのまま私もアウトになっちゃって、うん、ベンチに戻って、ランナーだった、その選手が監督に怒られてて。うん。でも選手のみんなは私が間違ったっていうのは分かってるのよ。だからちょっと監督にちょっと私が間違ったんですとはちょっと言えなかったけど、選手のみんなには私のサインミスで本当にごめんなさいっていうのは謝ったよ一応。なるほどな。なるほどな。